久保さん今回、給料を上げる方法にしましょうか。なんか、ライブで久保さんのタイトルがそれだったんで。給料を上げる方法はね、あの売上げを上げることですね。会社に貢献することです。はい、会社と一心同体になることです。はい、もう会社と一心同体ですね。会社の売上げは人生の喜び。人生の喜びは会社の売上げっていう <laughs>。 社長の笑顔は僕の喜び、僕の喜びは社長の喜びみたいな。ま <laughs> じ一心同体になることですね。そうすれば、給料はちょっと上がると思います。まあ僕がね、あの一番最初ね、まあ異例だったんですけど、サポ、カスタマーサポートで入りまして、カスタマーサポートで入って3ヶ月後か。 右も左もわからないカスタマーサポートだったけど、3ヶ月で昇進しまして部長に。まさかの。<laughs> その部長に3ヶ月で部長に昇進したことによって、その元々部長が降ろされたんですよね。まあ、その元々いた部長との派閥がちょっと起こったんですけどね。なんでお前が部長になったんだみたいなで。その元部長は辞めてったんですけど、いろいろありましたね、それで。 まあじゃあなんで3ヶ月で、ね、僕がカスタマーサポートだったら部長になったかっていうと別にスキルがあったわけでもないしだけど会社のために何ができるかなっつってねあのー、できることをやりましたね例えばトイレ掃除1時間半しましたトイレ掃除1時間半しましたよ、うん、しかもなんかその時会社でなんかその週1でその なんだ、会議で発表会みたいな、プレゼン、プレゼン会みたいなのあったんですけど、そのプレゼン会でもね、僕、あの、まあ、ネットのことはよくわかんないんで、あの、節電の話をしましたね。節電しましょうっていうね。で、節電するとどれだけ、その、なんかね、その時、その、お昼、一緒にみんなで飯食いに行ってたんですけど、お昼飯食いに行く時、まあ、会社からみんないなくなるんですよね。で、会社からみんないなくなるのに、みんな電気ね、まあ、 パソコンのモニターもつけっぱなしだし、電気つけっぱなしでずっと言ってたんですよ。で、なんで消さないのかなと思ってたんですよね。ただ、なんで消さないのかなと思ってたんだけど、やっぱ上の人、取締役とか上の人にはやっぱなかなか言えないですよね。で、言えないけども、まあ発表会の時はね、プレゼンの時はまあプレゼンで言えるので、まあその時言いましたけど。じゃあ節約するとどれぐらいその、まああの、ね、どれぐらいのお金になるのかみたいなね。 節約プレゼンみたいなね、よくわかんないですけど。まあ、わかんないですからね、ネットでどう、その、ようわかんないんで、うん。電気のことはちょっとわかったんで。まあ、そんなようなことで、まあ、自分がわかる範囲で、自分ができる範囲でやってたら、なんか、上の人にね、認められまして、あの、昇進しました。うん。 でも気まずかったっすけどね。すげえ気まずかったっすけどね、うん。だからね、あの、最初20万だったんですけど、いきなり30万になりましたね。<laughs> いきなり三十万。3ヶ月後にいきなり30万になるっていうね。結構僕の中では伝説ですけどね。じ3ヶ月で10万アップするっていう。<laughs> うん、でも結構、会社のために何ができない、できるのかなっていうのはやりましたけどね。うん。 まあ、あと、まあがむしゃらに働きましたけど。うん。うあと、電話対応とかも、なんか、あの、もうね、元気よく、はきやきと電話対応してましたね。<laughs> でも、その、元部長は、電話全然できないですよ。全然、電話できなくて。まあまあ極端に言うと、はい、もしもし、はい、みたいな感じなんですよね。 お電話ありがとうございますみたいな僕そんな感じでやってたんですけどそうできることをして <laughs> はきキヤ元気よく <laughs> まあできることをやってあの十万アップしましたうんまあ本質的に言うならば結局その僕まあ僕はちょっと狙ってた部分もあるんですけど いかに上から認められるかっていうところを考えて動いてた部分ありますね。要は、決定権誰にあんのっていう。その決定権がある人に気に入られるっていうことが、すげえ大事だと思うんですよ。うん。なんかその、仲間に慕われても意味がないと思うんですね。仲間に決定権がないので。うん。まあ、そ、それはね、ちょっとね、まあ、ちょっと、あの、いやらしい話ですけども、 それはすげえ思ってましたね。だからトイレ掃除してる時も、こも、社長を振り向かせるみたいなね。こう、絶対社長ビビるだろ社長をビビらせるみたいなね。こうどう考えても、社長がトイレ入った時に、めっちゃ綺麗やな。どうしたみたいに言わせるっていう。だ1時間半、本当に、めちゃくちゃ磨いたのを未だに覚えてますけど、絶対にこう言わせるっていうね。そう。まあ一応その戦略はありましたけどね。振り向かすっていう。 気づかすっていう、うん、でもまあ,あの逆を考えるとそうであのー、人を雇ってる立場からするとですよ人を雇ってる立場からすると結局その会社のために頑張ってくれる人が欲しいわけじゃないですか当たり前ですけどあな,だあなたが、うん、人を雇ってる立場であるならば まあそれを想定して考えた場合、どんな人に働いてもらいたいですかって話して <laughs>。うん。でも多くの人って多分そこ考えてないんですよね。多分考えてないですよ。だ考えてないというか、もはや会社ふざけんなみたいなね。なんでこんなに働いてるのに、給料上がんねえんだとか、サービス残業させ、させやがってとかね。 いやもはや、まあ、あのお金いらないんであの残業ガンガンいくらでもしますみたいなね。全然しますみたいな。もっと仕事くださいっていう人の方が、なんかこいつええなみたいに思ってくれると思うんですよね。<laughs> まあそれは会社によっては変わるかもしれないですけどね。ただ少なくとも決定権がある人に気に,気に入れられて、うん、悪いようにはされないと思いますよ。だって気に入られてるんだから。 それはあい悪い意味で気に入れられてるのじゃないですか。こいつこき使えるな。こいつなんだこき使えるな。っていう悪い意味で気に入れられてるんじゃなくて、いい意味ですよね。あ、こいつはなんか会社のために何かやってくれるなと。そう、いい意味で気に入られ,れればあの、少なくてもなんだ、給料を上げることは結構可能だと思いますけどね。でも多くの人は、そうじゃなくて、会社の不平不満を言ってるっていうね。うん。もうそれじゃ上がんないですよね。 それはだからなんだろうな、どこの、どこのポジショニングで考えるかですね、そうすれば分かり,分かりますよね。例えば商売するときも、これやったらお客さん喜ぶような、自分がお客さんだったらこんなことされたら嬉しいよなっていう視点で考えれば、いろいろ出てくるわけですよ。うん。どう、どう売るかじゃなくて、 どう売られたら気持ちがいいかなとか、どう売られたら買うかなとか、わかりますだ逆で考えると非常にいいと思いますね。でも多くの人は逆で考えないんで。うんなん。かこんな感じですかね。いってらっしゃい。